今日は12月3日3日だね。3日です。毎日稽古頑張っております。頑張ってるよね、本当に。めちゃくちゃ大変。お疲れさんでございます。うしちゃーん。3キロ痩せたんで、私、うん、いやー、僕痩せた痩せた痩せた。でもね、牛ちゃんもちょっとずつね、体重が減ってて、うん、そうね、体重が減ってるのかな。今日はですね、嬉しいお知らせもございます、うん、まずは投薬シーンをご覧ください。じゃあまず100、はい、昨日はね、病院だったから、そう、病院で投薬してもらったからね。ちょっと待って、逃げるなんてもんじゃないね。すごいね、牛ちゃん。気がついちゃったんだ。気がついちゃったね。だから29回目。29回目です。はい。はい。あ、いい感じじゃない。ホールインワンっぽいね。なんかね、水が結構嫌な感じする。カプセルはそんなに嫌がってないよね。その後の水がね、うん、これも多分飲んでるけど、一応これが嫌なんだよな。なんかその、ね、無理やりやられてる感がね。これ50？これは200です。一番気圧、うん、多く入った。多分これね、行かなくてもいけるけど、一応ね、ちょっとにしとこう。ここが嫌なんだよな、これが嫌なんだよな。やっちやっち。あら、でも尻尾ツヤツヤだね。あとほんとお腹だけだな。腹水さえ抜けてくれればな。投薬1時間経ちました。ふさふさや。あら、ここ肉球見えるね。そういえばな、忘れてた。おお、すごい、肉球サービス中ですか。あ、見えない、それは見えないな。牛ちゃんは芯が気になっております。うん、でっかいモフモフに行きたいのかな。うん、目は強いよな、やっぱり。もう完全に戻ってるよな、牛ちゃん。いや、51錠ピロリーです。なんか楽しそうだね、ごちゃん。あ、そう、牛ちゃんのムティアンの歌。ムティアンの歌。ペロリン。牛ちゃん、ムティアン、ペロリンの歌だって。薬をペロリンです。はい。あ、逃げられた。ごちゃんが変な歌当たってっから。ちょっと待って、ベッドの下に行けすぐ来た。はい、捕まった。ノー薬でいけるか。あ、ノー水でいけるからね。ノーウォーター、プリーズ。50からいきまーす。ん？ちょっと出てるよ。難しいんだよ、ね。頼みますよ。ノーウォーターを狙った結果が、うん、あれだよね。奥に。いいんじゃない？もうだね。よし、ノーウォーターいけた。はい、横から入れて奥。牛ちゃん、お肉ちゃんみたいな気がして。うまくない？今のうまくない？うん、ほら、ダブルノーウォーター。じゃあトリプルホールインワンでなっていい。それ200でしょ。200はね、なかなかホールインワンが、ね、決まりにくいからね。お決まったんじゃない？一応保険は言っとく。うん、だってだからむしゃむしゃしないから。いったんじゃない？いきました。ホールインは決まりましたよ、3連発で。素晴らしい。ちょっと負傷した？負傷したよ。血が出た。血出た。今ちょっと左手怖くて見られない。そうだと思う。服がもう血のまみれになっちゃうよ。そうね。でも痛くてちょっと見られない。マメ、爪良くないよ。なんで人の背中から何か引っかかり。よしちゃん。よしちゃん。よしちゃん、どうした？よしちゃん。よしちゃん、かわいい。よしー。
カブ。あげあげ DJ カブ太郎だね。よしちゃんもご飯ね。さあ、これを全部奥まで果たしていてくれるでしょうか。いてくれた。いてくれた。DJ、イェーイ。でも、よしちゃんが我慢できないね。うん、じゃあみんなでご飯食べまーす。はい、今日も体重は 3.42 です。はい、おびき寄せる作戦になりました。飛んできた。あ、飛んだ。はい、おいしいし、うん、はい、ちょっとその格好で飲めんな。腰折れてっけ。なんだ、じゃあ、で2個ね。なんだね、置くんじゃなくて奥に打ち込むのがいいのかも。完全に喉の奥まで入れて打っちゃえばそれはそれで入るね。本当、うん、ニュースタンダード。はい、31回目の投薬でした。3分で聞こえたってことか。そうだね、うん、頑張ってるね、うん、もうちょっとだよ。これ8匹じゃないの。なんか天気ついてね、こっち。うん、8匹です。芯がないね。うん、さあ、これで8匹。おおいしいちゃん。違うって、お前もう二度と行くんじゃないの。にゃーん。お父さん、痛いことわかる。いつも言ってたじゃないの。おいしちゃん、ね、助けてあげて。体重はちょっと減少傾向ですかね。3.36 ぐらい。ひょっとしたら腹水が減ってんのかな。だとしたらね、1ミリ。はい、うん。ね、理想はホールインワンで。うん、なんだね。もう行けるときは行けるんだよ。今日は飲んでくる。ほら、起きてないよね。大丈夫だよね。なるべくね、喉の奥に入ったかな、うん、奥に無理やり流し込んだ方がね、放り込んだ方がいい可能性はありますね。入れ込んじゃうのが牛ちゃんも楽だよね。ちょっとびっくりした。うん、今日もよく頑張ったね。相変わらず走るね、あなた。よしちゃん、よしちゃん。かわいい。よしさん、お前飛べんのこれ。すごいね。いや、ダメだよこれ。今ちょっと軽く洗いました。よしさん、飛び降りられんの。ほっ、違う大きさの錠剤3つと。これちょっと頭が、顔が映るんだよ。あ、ちょ、ダメ。シーン、ちょっとやめて。ちょっと牛がいなくなっちゃう。ちょっと。なるべく奥に。あ、ちょっと良くないとこに入った。ああ、錠剤が小さくて良かった。50だからなんとかね、ありましたね。あ、ダメだった。うわ、危ない。ああ、ちょっと待って。ああ、ムティアンがベタベタしてきてる。ちょっと待って。かん。はい。開いた！いって！飲んだね。よし。ゴクってやったもんね。よし。危なかった。よいしょ。
はい、2錠目頑張るよ。はい、よいしょ、多分これ入ったでしょ。これがね、これこそなるべく奥に、あーちょっと横に入ったな。なんだなんだ、よしよしよし、宇宙から、ね、基本はホールインワンを狙っていきます。口を開けてなるべく奥に、うん、まあ飲んだかな、結構いい気がしてきてて、うん、反応がないときはお水を入れましょう。うん、うん、なんだね。はい、行こう。今日も無提案の時間です。この時ちょっと早いからね。そうね、今日も 3.33 だったのか、もうちょっとだね。 3.33、 うん、3.3 を切ればまた戻るんだよね、300から、うん、じゃあ今日もね、じゃあ200から、うん、200がなくなったらもうあと100の玉しかない。これでいきましょう。ということは3粒と1粒だね。そうだね。くっちゃ。ほら、薬んとこ行ってんじゃん、ゴーちゃん。ちょ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 。ダメだよ。しちゃんがめっちゃ似合う。え？しちゃんめっちゃ似合う。ゴーちゃん、ちょっと薬クンクンしてるしてる。しちゃん。ベロを、うん、今横じゃん。あ、あ横つか縦になってんじゃん。ちょっとわかんない。ここでゴクってやってくれる時が多いんだけど、なんでね、うん、多分今のもね入ってたと思う。はい、もうねホールインワンを狙っていきます。ベロの奥に、うん、なんだ、うん、ホールインワンはね多分みんな流行らせたいから、うん、ちょっと左奥だったけど入ったね。上手。うん、よしちゃん本当上手だな。ね。うん、いい子だ。はい。入ってるでしょ。うん。で多分飲ませなくていいんだけど一応保険でね。うん。はい。はい、どうしよう。よし頑張りました。いい子。はい。こっちから入って。かわいいね。
シちゃんかわいいね。で我が家のアイドルでございますがウィシちゃん、今 FIP 頑張ってね、うん、ムティアン投薬を続けてきました。1ヶ月ぐらい、そうだな、1ヶ月ちょっとか、35日目だね、今35日目の投薬終了。ゴーちゃんももう相当うまくなったんだけど、うん、ウィシちゃん今日ですね、ブルーム動物病院の片山先生から私の携帯にピロンとメッセージが届きまして、うん、ウィシちゃんの血液検査の結果が出たそうで、おお、うんとですね、猫コロナウイルスの PCR 検査、うん、菌がなかったって。おおって、まあね、さっき聞いてるんだけどやっぱ新鮮に驚けない男ゴーちゃんだから2回驚いてちゃんと、まあでも要はあれだよね、だからあとは菌がない期間を長くして投薬が終了になるから、ちゃんと1月21日までやりきって、うん、まあ、ただなんか数値が悪いのが1個あるらしいんだけど、あら、まあ、そこをうまく数値悪いんだまだだからその数値がゼロにならないといけないみたいな、この低くならないといけないっていう数値があるらしいんだけど、そこを目指して、ただ猫コロナウイルスの PCR に関しては検出されませんでした。よかったですね。じゃあ聞いたんだな、よかったよかった、聞いたんだね。あとは腹水が自然と消えるの。でもさ、とりあえず一時期さ 3.43 ぐらいまでいったのが、そうそうそう、今今日が 3.33 とか35とかだから、うん、少なくとも増えてはいないし減少傾向なのかもしれない ね、よし、牛ちゃん頑張るぞ。最後意気込みをどうぞ、牛ちゃん。頑張りましょう。よし、頑張ろう。頑張りましょう。あ、もうなんかね、他の猫が気になってる、ね。